1870年ニューヨークミューチュアルズは、1871年から1876年まで、アメリカ合衆国ニューヨークを本拠地とし、ナショナルアソシエーションとメジャーリーグのナショナルリーグに所属していたプロ野球チーム。球団は1857年にニューヨークで創設された。チームの愛称は、創設時に球団の母体となった消防団。 ザ・ミューチュアル・フックラダー CEO の名前にちなむ。当初はニューヨーク・ニッカー・ボッカーズや他のマンハッタンの球団と一緒に放剛圏にあったエリシアン・フィールドを本拠地にしていたが、1868年にブルックリンのユニオングラウンズを本拠地とした。その後1869年に球団のプロ化が解禁になると、ミューチュアルズはプロの球団としての道を歩み始める。 1871年にプロ野球リーグのナショナルアソシエーションに加盟。1872年はキャンディ・カミングスの活躍でリーグ3位。1874年には中心選手だったジョー・スターとボビー・マシューズらの活躍もあり、リーグ2位の成績を残す。1876年にナショナルリーグへ移ったが、チーム成績は低迷し、資金繰りも悪化する。 遠征費用が出なくなったチームはこの年の残り試合を消化することを拒否し、ナショナルリーグから脱退を命じられた。ほどなく、チームは解散する。なおミューチュアルズは、1876年5月13日のハートフォードダークブルースとの試合で、メジャーリーグ史上最初の見え札を記録したチームである。1871年以降の戦績。ありがとうございます。